2023年4月6日、5チャンネルにこんなスレが立った。20代がハイブランドを買う現実的な理由。消費疲れ、貯金意味ない。貯金、投資、これからの資産形成どうする？早速スレを見ていこう。実は今ラグジュアリーブランドを購入する若い世代が増えている。大丸松坂屋百貨店の広報担当者は、少し前まではお得意様は60代以上が多かったが、ウェブでの申し込み受付などの取り組みの結果、30から40代の富裕層が急増していると語った。品質の高さはあるにしても、高価なブランドをなぜ買うのか。過去1から2年以内に購入した20代に聞くと、高価な購入品とは裏腹に消費に対する堅実な考え方が見えてきた。貯金するインセンティブがない。資産運用的な観点も少しはありますが、基本は好きだから買っています。昔からファッションが好きで、高校時代は古着屋でお気に入りのブランドを探した。ただ、年に約100万円を投じるようになったのは2年前からだ。それまでは仕事しかしていなかったんです。それこそ土日も働いていたので、服もあまり買っていなかった。保守的な家庭で育った影響もあってか、月20万円ほどは貯蓄に回すようにしていました。きっかけは、2020年に発売されたベストセラー、人身性の資本論を読んだことだという。この本を読んで、環境問題の深刻さを身近に感じました。本当にいつこの社会システムが崩れてもおかしくないんだと。金融の中心地とも言える証券会社に勤めていると、その危うさが見えるんです。この読書体験を機に、考えが変わった。大企業に勤めている自分がお金に困るような状況になってしまったら、他の同年代もそうなるはずです。そうしたら社会運動が起こって、政府が何とかすると思っています。だから、今貯金をして自分で備えることにあまり意味がないなと。未来のことよりも、今が幸せかどうかを大事にするようになりました。そら、いでこだにいさだで国が国民に投資させてんだから、大手の証券会社の社員ならこんなもんだろ。居酒屋チェーンの従業員に話聞けよ。貯金するインセンティブがない、一生土底辺と貧乏人で苦しむな、かわいそうな考え方だ。このまま大量消費に時代が移行すれば、バブルの再来になりそうだな。若者たちよ、貯金なんか意味ないからどんどん使いなさい。賃貸で車なし？だったら差し替えてるだけじゃん。買うものの選択が違うだけ。どこが貧しい国なんだよ。逆にこの方が貧しい国らしいんだよ。一方では電気代もままならず凍える人がいる。一方ではこういう金持ちがいる。昭和初期の日本だって、金持ちは何人も召使い置くような生活ですよ。その金持ちとやらがやたらと増えたって話だろ。溜め込まないで金が回るんだから結構なことじゃないの。その使った金が循環しない社会になってるのが問題なんよ。どこかが溜め込みすぎているのが根本的な原因。一部でも溜め込みすぎを控えるのはいいことだよ。ハイブランドはいざという時売れるからな。安物は売れないけど高いものは売れる。正直買うよりも数番出して借りてるって感じ。ハイブランドの着ていた服なんか売るときに即3問で金にならないだろ。時計は売れる。ちゃんとオーバーホールしてなくて買収屋に持ち込んでも二足三問しかつかないような白物でもメルカリで売れる。こんな記事書いてもらわなきゃならないくらいハイブランドは売り上げきついわけか。これ。日本人は海外へ出稼ぎ、貧乏、とかやってたこと忘れたのかね、笑うわ。ハイブランドを買うイコール欧米に貢いでる、と同じこと。ブランド成功持ちですけど何か？ブランド成功は別物だよ、あれはとてもいいものだ。時計なんてアップルウォッチ一択だろ。バッテリー変えないと数年でダメになるじゃん。高級機械式時計もよく壊れるぞ。修理代50万とか言われたことある。ファストファッションよりも長持ちするから。持ってない人にマウント取った気になれるからだよ。デブとかハゲた、ブサイクがオシャレしてもね。20代前半からホルモン値に気をつけるとデブらないしハゲない。遺伝とは少し違うから。ブランドなんて買わないよ。名前じゃなくて質で選ぶから。松阪牛よりも OG？ 当然だろ。あんな油だらけの肉が食えるかクソまずい。俺は赤身を食うから意識高い系は油食ってればいい。年取ってから物欲なくなるのって若い頃にいろいろ買ってもういいやってなるからだと思う。若い時の浪費大事。昔より賢く使ってるだけで、かけるところには金かけてるよ。不景気前の感覚がずれてるだけだ。いやいや、いつの時代も消費の中心は若者でしょ。おっさんの俺の若い頃だってブランドやら車やら散財しまくってるよ。海外旅行行かなくなったしな。海外旅行一回行ったら20万30万すぐ飛んでいくから、そこそこの企業に勤める人だったらハイブランド買うくらい大したことないでしょ。海外旅行に行かれるより、国内旅行で消費した方が、国内の生産需要も上がるから、いいことが多いな。経験積んできた方がいいだろ。子育てもしない、旅行もしないんじゃ社会経験がないままだ。貯金するのも経験だろうに。つうか、都会の楽しみなんて、飲食とショッピングしかないから、酒飲んでローンで腕時計買うしかないんだよ。諦めろ。ローンで腕時計って間抜けか。貯金はマジでしておけ。浪費も貯蓄も両方必要。人間いつ死ぬかわからんからな。これから北斗の拳の世界になるのに、ハイブランドなんてゴミだろ。
いいんだよ。金なんかケツ拭く紙にもなやしねえことになるんだから。若い頃の金と年を取ってからの金は全然価値が違う。若い頃は頭空っぽにしてガンガン使った方がいい。そうやって経済を回してくれたら全員が幸せになれる。全然違うわ。若い頃から金融資産の形成しとくんだよ。日本人はこの、金融資産、が理解できないバカが多い。積極的に浪費してくれる奴を止めてどうするねん。自分の意思で気持ちよく散財してくれてるんだからほっとけよ。他人には徹底的に浪費して経済を回してもらうが自分は蓄財する。これが採用。だから、金融資産の意味わかってないだろ。株とか債券なら代わりに企業が消費してる状態だろ。そう、この、貯金意味ないは事実なのにさ、氷河期世代以上の老人は未だにそれが理解できなくて貯金しまくってるのが笑えるのな。うむ、君はガンガン使ってくれたまえ。貯金はした方がいいけど老後に備えすぎて若い時に身動きが取れなかったら意味ないぞ。そういう考え方がまかり通るならあんなゴミみてえな保有資産額になってないんだよ。単身者ですら中央値で100万ないとかアホか。ブランド物って偽物でいいしな。よく見たらわかるだろうけどよく見なきゃわからないってことだし。いや偽物はさすがにない。他人どころか自分も欺いて朝鮮人みたいなメンタルになる。今の若者は車買わないしいいんじゃね。マンションは必要だろ。そもそも今の若者は腕時計をしない人が大半。時計でマウントする20代ってほとんどいないだろ。せいぜいホストぐらい。どうせ60代の老人記者が妄想で書いた架空の人物。買えないからマウントできないの間違いでしょ。若者が憧れてるインフルエンサーや著名人の大半はブランド時計インスタにアップしてマウント取ってるよ。インフルエンサーは無料で送られてくる腕時計なんとなくつけてるって聞いたよ。それは企業案件の安い時計だろ。料理系インスタグラマーで YouTuber してる人。これアベマで起きたやりとり。厚切りジェイソン、日本人女性って本当バカだよね。なんで結婚相手の男性に年収を求めるの？パックン、ほんとそこ理解できないよね。日本女、年収高い男性の方が生活が楽できるからに決まってるじゃないですか。厚切りジェイソン、楽できませんよ。年収ってあくまで年間で稼ぐ収入だよ。ずっと稼げるって意味じゃないんだよ。パックン、ジェイソン君の言う通りです。ですからアメリカ人の女性は年収なんて見ません。金融資産を見ます。資産形成のインパクトを、大半の日本人は理解できないからな。例えば今週の月曜日にレバレッジかけて、日経インデックスベア押し込んだりとか、多分、そういう発想そのものがわからないと思う。貧乏人にはチャンスがないんじゃない。目の前を通過するチャンスに気がつかない。それを履き違えたりするのが FX とかなんじゃねえの。あれ？ Z 世代は韓国ブランドが好きなんじゃないの？マスコミの作文によればそうなんじゃね。時計、車の見栄の張り合いとか、もはや昭和の老害の発想だよな。今時というか昔からだけどベンツやレクサスは中卒工場勤務でさえ乗ってるしな。今は無理だろ。車の値段は3倍くらいになってる。別に新車で買う必要はないし車って安いとこで買えば本当に安いんだよ。底辺ほどそういうネットワークは持ってるし。安く買えるのは古い車だろ。それだとどやれない。あんたじいさん。下品な成金は笑われるよ。古いベンツのローが軽2のローが同じ。金ないんだなという印象しか与えんだろ。底辺でもそれくらいわかるだろ。底辺だからそう思うんだよ。いずれ年取るとケチになるよ。ケチになるんじゃない。欲しいものがなくなるし、そんなに食べられなくなる。目に見えて欲が薄くなる。新車にこだわらなければベンツやレクサスで安いのなんていくらでもあるしな。詳しいやつでもなければあのベンツは見た目から年式で少し前のモデルだなとか気にしやしない。ベンツだなレクサスだなで終わり。レクサスはわかりやすいだろ。わからんやつはわかんねえしそもそも気にしてるわけがない。いやいや BMW やレクサスは周りも多いから悲しいくらいにわかってしまうよ。数年で乗り換える人多いし、ベンツは最近少ないからわからんけど。車興味ないやつと話してみ。マジで興味ないしそれがどういう車しかなんて全く気にしてないから。あーレクサスか、あーベンツか、トヨタか日産か、下手したらメーカーすら知らん。そういうレベル。若いうちは見た目がいいから若いうちにオシャレした方がいいけどな。年寄りが服とかに金かけなくなるのは見た目が劣化してるから、いいもの芯につけても似合わなくなるからだろうな。むしろおっさんになってからの方がちゃんとした服着た方がいいと思う。安っぽい服着るとよりみすぼらしく見えるから。それもわかるけどね。ブランドしか買わないな。いろんな女が寄ってくる率が上がるぞ。島村ブランドで？島ならなんか知らないぞ。買っているブランドの具体名で教えて。君に言ってもわからんよ。今、必死にググっているだろ。ハイブランドって何？いやマジで。単に高級なブランド。バカじゃねお前。バカをバカのまま閉じ込める記事だな。上行くやつは、20代は自己投資だ。才能なき自己投資の 95% が無駄になる時代。まあ今の若い奴らはみんな賢くなって、年収が高い奴ほど貯蓄投資投資で、手堅く生きてて消費活動が活発にならない、バブル期みたいに浪費する若者をもっと煽って経済を活性化させるのも一興。
本当に欲しいものなんて限られているし、ブランド物なんてシーズンが変わると、倍地からガクッと値下がりするしな。マジで若いうちに金なんて使った方がいい。俺は50で若い頃から憧れてた高級車を買ったが、買ってみたら不運だった。若い頃借金してでも買ってたら楽しいだろうなって。年取ってから金持ちアピールしてもモテないからな。高級時計をつけてても英語すら喋れないとかだと余計にダサいから、自分の中身に伴ったものを身につけて。つか経験上誰も気づかない。気づいてもおっさんに気づかれるだけ。インフレイコール通貨価値下落なので、インフレ期に現金預金、タンス預金、は資産価値減らすんだよね。むやみやたら子供作らないなど Z 世代はバカじゃない。つまりデフレ期の貯金は正解だったということでもある。貯金するインセンティブ、ってなんかおかしな言葉だな。そこは普通にメリットでいいじゃん。多分モチベーションって言いたかったんだと思う。モチベーションは自発的なもの、インセンティブは外部から与えられるものだから。なるほど、確かにしっくりくる。しかしまあ証券会社なのに日本語できないのかな。なんで氷河期世代以上の老人ってのさ、投資、を嫌うのか？自分たちが人生かけて必死で貯めた貯金額を一瞬で超えてしまう投資が気に食わないからなんだよ。人生否定されるのと同じだしな。若年層でも投資に恨みを持っている奴は多数おるだろ。仮想通貨バブルに突っ込んで全財産とかした奴とか、米国株バブルに突っ込んだアホとか。それ投資じゃなくてギャンブルや、投資とギャンブルは違うよ。俺は投資歴は30年ぐらい。本格的に専業でやり始めて今年で5年目だけど投資はギャンブルだよ。投資とギャンブルが違うっていう人は多いが不確実要因がある以上それはギャンブルだわ。それ言うなら貯金もギャンブルやんけ。確かに。人生そのものがそうやからな。26歳で個人事業主で2000万持ってるけど時計なんか買わんよ。買う人頭悪いでしょ。ヒカキンの介護官だと自己紹介してるようなもんだよね。職種によるのがわからんのが頭悪いと思うよ。欧米ハイブランド持つのがステータスってバブル期から精神の成長なしで草。日本のハイブランドって何があるかな。なんか全然イメージ湧かない。コムデギャルソンとか、幼児とか。真珠は日本いいよ。三木本とタサキ。俺も時計だけは金かけとる。社会人で G-SHOCK とかつけてる知り合い見るとうんこ見る目で見下しちゃうわ俺。用途によると思うで。肉体労働者なら G-SHOCK 行きたくだよ。工場作業員や土方が仕事で高級時計つける意味がないし。土方なんて筋肉が何よりも目につくアクセサリーだから。外作業ある仕事は時間確認に腕時計必須だからね。G-SHOCK はマストなんだよ。お前、60代の老人だろ。なんかこいつ、30代40代になってもうだつが上がらず、軽自動車乗ってカップ麺すすってそう。すまんが小道寺やっているから、お金に余裕があって外車買って自宅の庭に駐車しているわ。外車イコール金持ってるって発想が貧乏人すぎてくさ、言ってて惨めにならないのかな。正直日本人におすすめなのはハイブラよりドメブラだと思う。ドメブラの方が質が良かったり日本人の体型に合ってたりするから。なるほど、好きなブランドが固定されちゃってる感あるから久々に発掘してみるのも楽しそう。大企業に勤めている自分がお金に困るような状況になってしまったら、他の同年代もそうなるはずです。そうしたら社会運動が起こって、政府が何とかすると思っています。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 政府が何とかできるなら、この世界に破綻する国なんてないよな。預金してても通貨の価値が下がるから損って言うけど、最近株やらインデックスやら投資を始めた人はみんな大損してるでしょ。ローンも子育ても終わって穏便に過ごしたいから全額普通預金に入れとくよ。15年から20年後にプラスになるから無問題だ。今の若者はみんなガツガツしてるからな。SNS なんかで金使い洗いお買い物赤に影響されて身の丈以上に金使ってるのいるからな。通貨子供のように丸々買ったぜと見せびらかしたい。そして自分もそれを欲しくなる層が多すぎ。まあそれが人間の性質の一つかもしれんけど。というか見せびらかしてるやつは大概買ってないんじゃないの。企業案件だろ。そうやって一歩引いて見れないアホばかりなんだよ。実現可能な、夢が若者の欲しいもの。昔はマイホームとか車だったが、まあね今となっては。実現不可能な夢はみんな持ってるだろうけど。そこに誘われやすいね Z 世代。楽して思うけとか他の世代より大好き。楽して思うけしたい世代なんだな。Z 世代に限らずネット民なんかそんなやつばっかやん。そもそも、楽して儲けたいイコール働いたら負け、の考えはバブル世代の考え方で、それの恩恵を受けられなかったものの。それを指を加えて眺めてその考えを未だに引きずってる氷河期世代がネット民のボリュームゾーン。なろう世代だな。時計と靴は見ますね。いいものっていう金額より社会人として常識とか気を使えるかが現れる。ハイブランドでなくてもいいんよ。これ、上司の奥さんとかの女が真っ先に靴を見るんだよ。そしてその女が旦那にそいつだらしないとか、こいつはセンスいいとか言う。取引とかで奥様方に接する機会ある仕事ならハイブランドの靴や時計は必要。アップルウォッチでよくね。靴はカジュアルならバロスワイトルは、OEM じゃない方な、履くと手入れめんどくさいから、磨きアニマル投げ屋が毎回3000円飛んでいくわ。そういうこと、
Apple Watch はたった数万で周りが数十万の時計しててもごまかせる便利な時計。Apple Watch で話広がるからな。筋トレマンだけど説明したらめちゃ食いついてくる。心老衰や睡眠、瞑想まで網羅しとるから話広がる広がる。つーか若い頃ってそんなもんじゃね。俺も10代から20代前半は洋服に金かけてたけど、多分結婚してからかな。どうでもよくなったのは、安くてそれなりだったら何でもええわ。そう思うよ。それできっとなんだこんなもん、大したことねえな。こんなもんに大金使うのはアホらしいわ。とか勉強するのだろうし、場合によっては、やっぱりいいもん入んなとか感じてみる目が養われたり、若いうちはいろいろやってみたくなるものよ。顔もスタイルも悪い人も残念おしゃれ大好き。ブサイクのハイブラは面白いよね。鼻穴いつも以上に広がってるし。白系のスウェットとかジャージ風の上下に金系アクセにハイブランドとかね。あと上下黒で下は裾がキュッとさくまった伸縮性の高そうな素材でできたボトムにハイブランド持ってサングラスとか、もう街で見つけたらニヤニヤしちゃう。まあ大抵シナチョン在日なんだけど。似合ってないって声をかけてみたら？いやだよ、知り合いだと思われたらどうするんだよ。怖いし。ビビリであることを認める潔さは高く評価する。ごちゃんにおいてなかなかできることじゃないよ。マジで立派。若い子のブランドものに嫉妬心丸出しの老害の方がどうかと思うわ。それはわかる。というか男のくせに女にひがみ丸出しのやつ増えたよね。金なくて相手にされないからって。ブランド品持ってるだけで女に逆恨みとかほんとだぜ。ホストの服見ろよ。全部ハイブランド。女はああいうのに弱くて。そして既婚ババアになってもそういうところを見て。旦那に耳打ちする。靴と時計は見栄えよくしろは正しい。んなこと言ったらレクサスの店員だって全身ハイブランドだろ。人間装備や服装だけでは判別できん。大阪の大富豪のおっさんなんか全身よれたジャージ姿やで。って、その服装でレクサスに行ってゲン生出して、兄ちゃんこれのいっちゃんええやつちょうだい。中身見るのは男、外側見るのは女、そしてババアほど外見見て旦那につぶやく。その旦那が普通に上司や取引先。この面倒なリスクをハイブランドの靴と時計程度で回避できるならやるしかないやん。シュプリームとか一瞬でスタったよな。そもそもハイブランドなのか？あったねー、ヒカキン買いまくってたな。若い時にファッション楽しむのはまあ普通なんだしいいんじゃね。そりゃそうよ。このスレッドは一線を越えました。ライフタイム2時間22分58秒。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。